クーフテタブリーズイクーフテタブリーズイまたはタブリーズ風キョフテはキョフテの一種。イランの北西部の町タブリーズの有名な郷土料理である。キョフテの中ではかなり大きい。タブリーズキョフテ氏あるいはクーフテタブリーズイはどちらもタブリーズの肉団子を意味する。トルコ語やアゼルバイジャン語のキョフテはペルシア語のうつやすりつぶすを意味する動詞、クーフタンの過去分詞。 クーフテに由来する。中東の各地でクーフテ型の料理が調理されているが、クーフテタブリーズイーがそれらと異なる点は、調理法と材料にある。クーフテタブリーズイーには、香りのある野菜と伝統的な作り方であれば、肉も使用される。これらが、石の乳鉢と木のすり棒でこねられ、ラッペが追加される。最近では、簡単に作るために、 乳鉢の中で肉をこねるプロセスを代行する仕事が行われている。その他に、卵、クルミ、干しプラムを、クーフテタブリーズイーの中に入れ、揚げ玉ねぎとゼレシキを混ぜたもので飾る。クーフテタブリーズイーのスープは、トマトペーストとサフランで味付けされる。クーフテタブリーズイーは、普通、肉、ベラッペ、香辛料。 その他の材料が入った巨大な肉団子を肉汁と一緒に各人の皿に取り分け、細く割ったなあね三脚やなあねラバーシュを添えた料理である。ありがとうございます。